トルコの国際関係。トルコの国際関係では、西アジアにある国トルコの国際関係について述べる。トルコは、イスラム教国ではあるが、世俗主義を標榜し西側諸国の一員と自認しているため、基本的な外交政策は親アメリカであり、欧州連合、EU への加盟を大きな外交目標としている。また、イスラム諸国では珍しく表面上は親、イスラエルを維持していたが、 ガザ紛争2008年から2009年を機にトルコ政府はイスラエルの行動を激しく非難し2009年以降イスラエルとの関係が諸問題で冷却化している背景には国民の99%がイスラム教徒でありイスラエルに対する反感が非常に強いという問題がある第一次世界大戦後の共和国建国から第二次世界大戦までは 国際関係の中で中立を基本的な路線としていた。建国当初はソビエト政権と友好的でイギリスとは緊張関係にあったが、1930年代に入ると対外進出を図るイタリアとの関係が悪化したため、イギリス・フランスとの接近を図るようになった。また、近隣諸国との関係を改善するべく、1934年にバルカン協商、トルコ、 ギリシャ、ユーゴスラビア、ルーマニアを1937年にサーダーバード条約、トルコ、イラン、イラク、アフガニスタンを結んだ。現在では、トルコ共和国の国の標語のように使われている、建国の父、ケマルアタチュルクの言葉、内に平和、外に平和は、第二次世界大戦直前頃のトルコの外交路線を表したものと言える。第二次世界大戦でも、 当初中立を宣言し、イギリスへの接近の一方でドイツと不可侵条約を結ぶなど、中立の維持に努めたが、1945年初頭に連合国側の勝利が決定的となり、連合国側の圧力によって、数軸国側に戦線を布告した。これによりトルコは戦勝国となり、国際連合の原価名国となった第二次世界大戦後は、 マーシャルプランを受け入れて新米に大きく、舵を切り、北、大西洋条約機構、NATO に加盟し、中央条約機構、CENTO を設立して、西側のソビエト連邦に対する最前線となった。ソ連崩壊後も、基本的な路線は変わらず、近年はアフガニスタンにも、中流軍を出している。冷戦時代を通じて、新米路線が取られてきたが、国民の間では、 中東におけるアメリカの派遣に対する反感が高まりつつあり、2003年初頭のイラク戦争直前には野党共和人民党を中心とする大々的な反、キャンペーンが起こった。これに対し、議会の単独過半数を占める与党公正発展党は、アブゥラーギュル首相のもと、アメリカ軍の領内通貨を認める方針を打ち出していたが、憲法第92条の外国軍の領内通貨は、 議会の承認を要するとの条項に基づき、2003年3月1日に、トルコ大国民議会で行われたアメリカ軍の領内通貨をめぐる議決において与党が100名近い増反者を出、賛成票が反対票を上回るものの、出席議員の過半数に4票不足し否決。一時的に対米関係が悪化した。しかしその後首相に就任したエルドアンは、 この国会決議を事実上保護にする形で1980年、影響定に基づくものとして、国内基地の使用を一部容認するなど、対米関係の修復を図っている。2017年、トルコは、イスタンブールのアメリカ総領事館の職員を政府転覆を図った疑いでトルコ側が逮捕、訴追した。このことにより二国間関係が緊迫し、 トルコ、アメリカ双方が同年末までビザの発給を停止した。ビザの発給停止は年末までに解消された。2018年8月1日、牧師アンドリュー・ブランソンの拘束に関与したとして、米財務省はトルコの法相と内相に制裁を課した。ロシアとはオスマン帝国時代から対立しており、16世紀以降、ロト戦争や第一次世界大戦などの形で、 断続的に交戦してきた。第二次世界大戦後の東西冷戦期、トルコはナ島に加盟して、ソビエト連邦と退治、モントルー条約をもとに、国会から地中海にかけて、ソ連艦隊の通行に制限をかけることも行う。一方、非軍地面では、ソ連側から、経済協力を引き出し工業化の足がかりを作る、立ち回りを行っている。 ソ連崩壊後も経済関係は活発であり、ロシア連邦からはパイプライン輸送で多くの天然ガスを輸入するほか、2012年時点で年間330万人のロシア人がビジネス、バカンスで訪れる関係ができている。2015年10月、シリア内戦に対してシリアに介入していたロシア軍の空軍機がトルコ上空を侵犯。 トルコはロシアに対し強く抗議を行った。しかしながら、ロシア軍の接近は繰り返されたため、翌月にはトルコがロシア空軍機を撃墜する事件、ロシア軍爆撃機撃墜事件が発生している。両国は非難の応酬を繰り返して二国間関係は緊迫したが、2016年、エルドアン大統領がプーチン大統領に対して謝罪する形で収束が図られた。 その後の両国関係は緊密で、シリア内戦への対応をイランを含めた3カ国で協議しているほか、ロシア製地対空ミサイル S-400 の購入契約を結んだ。また、ロシア国営原子力企業ロスアトムが2018年4月3日、トルコ南岸の悪意原子力発電所を寄港した。1991年にソビエト連邦崩壊に伴って独立した。 アルメニアとの間はさらに冷え切った関係にある。古くはオスマン帝国末期にアルメニア人虐殺と呼ばれる非常に多くの犠牲者を伴った大規模な民族追放によりトルコ共和国の領土から数百万人のアルメニア人がほとんど一掃されさらに祖国解放戦争当時のトルコ軍によってアルメニア人の民族的絞りであるアララト山を含む歴史的アルメニアの広い地域が トルコ領に加えられたという権威があり、アルメニア人とトルコ人の間の確執は根深いと言える。さらに、独立したアルメニア共和国は国章にアララト山を描き、現トルコ領の歴史的アルメニア西部を自国の回復されざる領土と公然と表明したことから、トルコ共和国との対立は決定的なものとなった。さらに、アルメニアとはナゴルノカラバフ紛争を通じて、 敵対関係にあるアゼルバイジャンが同じトゥルク系ムスリム、イスラム教徒という関係からトルコとは非常に親密な関係にあることか、アルメニアはトルコに対して警戒心を持たざるを得ないことも指摘できる。このような経緯はあるが、2009年にトルコアルメニア両国は国交樹立の合意文書に調印し、関係改善への取り組みが続いている。シリアとは、 政治体制の違いや歴史的シリアに属する地域ながらトルコ領となっている破体圏の帰属をめぐる形争などもあり長く友好的ではない関係が続いてきたが公正発展党政権になってから両国関係は改善しつつある。しかし2011年11月30日ダウトオール外相はシリアが自国内の反政府デモ弾圧を停止しないことに対して 資産凍結や武器取引停止などの経済制裁を課すると表明した。すでに11月22日、エルドアン大統領はアサド大統領に辞任を迫っていた。トルコとイランの関係は歴史、文化的にも深いが2009年からの時期はそれまでの30年間で最も良好とされている雑誌4サイト1月号では隣国の中でも特にイランと 積極的に関係を築くこうとしているとし、この関係を密月と報じた。エルドアン首相は、イランの核エネルギーの平和的利用の権利を支持しており、2009年10月の会談で、イランの核、エネルギー保有の権利があると強調し、地球上で比較の呼びかけを行うものはまず最初に、自分の国から始めるべきだと述べた。2010年5月トルコは、イラン、 ブラジルの参加国の間で核問題をめぐるイランと西側の協議の行き詰まりを打開しようとする努力の一環として濃縮度3.5%の低濃縮ウラン1200キロをトルコに移送し代わりにイランが20%の高濃縮ウラン120キロを受け取るというテヘラン宣言に調印した2010年10月にはアブドゥラギュル大統領がイランとの経済関係の 拡大を強調した。10月5日、大統領はイランとの貿易、経済関係を強化、拡大することはトルコにとって重要なことであると表明し、またアメリカをはじめとする西側諸国がトルコとイランの関係拡大に不満を抱いているが、トルコの政府関係者は依然として同国との貿易経済関係の拡大を強調していると述べた。これはアメリカや 西側諸国がイランを孤立化させるために各国とイランの関係を断絶させようと圧力をかける状況の中での表明だった。2010年9月にはトルコとイランが共同で D8 という名前の自動車開発を行うことを発表した。D8 はイスラム開発途上8カ国、加盟国はイラン、トルコ、バングラデシュ、マレーシア、インドネシア、パキスタン、エジプト、 ナイジェリアの名称である。イランの最大手自動車メーカーとトルコの自動車、産業部門が製造を行い、D8 の加盟国への輸出を行う計画で、イランほどロう者が、この自動車の製造プロジェクトに投資する。このプロジェクトは、およそ20億ドルの投資により実行されると予想され、イランほどロう者の責任関係者によれば、イスラム諸国の銀行がこのプロジェクトに対し、 資金援助を行うことが見込まっている。トルコと日本の友好関係を語る上で、第一に記憶されるのは、1890年、明治23年のエルトゥールル号遭難事件において、日本の人々がエルトゥールル号の生存者に差し伸べた救援と同情である。続く20世紀の初頭頃から、日露戦争でトルコが長年苦しめられてきたロシア帝国に、 日本が一し報いたことなどから、アジアの近代化の優等生として認識されるようになった。しかし、オスマン帝国の時代には、欧米諸国と同等の不平等条約締結を求める日本政府との交渉がまとまらず、ヒツチヌ国交は最後まで開かれなかった。ヒツチヌ国交は1924年、大正13年。 トルコ共和国政府の下で開かれたが、早くも1926年、大正15年には、日土教会、現在の日本、トルコ教会が設立され、日本側からも、筆地友好に尽力する人々が現れた。トルコは、第二次世界大戦では中立を宣言したため、国交は続いたが、大戦終局の1945年、昭和20年1月29日に連合国の、 要請により、トルコ政府は、日本との国交断絶を通告。2月23日に、対日戦線布告を行ったので、国交は一時断絶した。戦後、国交が回復するとともに、九州とイスタンブールに置かれていた在トルコ、日本大使館がアンカラに移転し、本格的な二国間関係が始まったが、長らく、日本とトルコの間の行き来は少なく、民間の関係は、 さほど緊密ではなかった。この時代、日付関係の中核は、日本の商社であり、イスタンブール市のアジア側と、ヨーロッパ側を結ぶファーティフスルタムエフメト卿、第二ボスポラス橋は、1986年、昭和61年に、伊藤中将ら日本資本の参入によってかけられた、国家的プロジェクトである。こうした状況にもかかわらず、トルコでは、多くの人々が、 日本人を勤勉で、義に厚い民族と感じ、好感を持っていると言われてきた。日本語がトルコ語と、形態的によく似通っており、同祖の言語の可能性があること、ウラルアルタイ語族説は、言語学において学問的に証明されたわけではなく、むしろ否定的な見解が強い説ではあるが、教養があり、日本への関心が深い、トルコ人の中では、この説は、比較的よく知られている。 例えば、現代トルコ語で、よよ、いい、いい、山のてっぺんを、てっぺ、てっぺという、という知識から、トルコ語と日本語は同ぞであるという人もいる。ただし、語源に遡るとこれらの語彙が似ているのが、全くの偶然であることは明らかである。こうした説を踏まえて、トルコ人と日本人が、モンゴル高原に同じ起源を持つ、兄弟民族であると考え、親しみを感じる。 トルコ人も多いとされる。かつてある、トルコ人は、両国の国旗がちょうど明け方の白い空に昇る、太陽をモチーフとする日の丸と、夕暮れの赤い空に傾く月をモチーフとする、新月期であることを対比して、仲の良い兄弟が、モンゴル高原で別れ、太陽を追いかけて、東に行った方は日の丸を国旗とする日本を建国し、月を追いかけて、 西に行った方は新月を国旗とするトルコを建国したという話を自著紹介した。これに対して日本ではトルコについては従来それほど十分な知識があったわけではなかったが近年は日本からトルコへの観光旅行が容易に行われるようになり日本人もトルコの文化に触れる機会を増えまた前述のようなトルコにおける日本イメージが紹介されることも多くなった。また フィファワールドカップ、韓国、日本大会でのトルコチームの躍進、日本チームとの対決や、トルコへの観光ブームが契機となり、トルコに対する日本人の関心は、ますます高まっていると言えるだろう。イラン・イラク戦争の際、テヘランに取り残された在イラン日本人の国外脱出に、トルコ政府が協力し、撃墜の危険の中、トルコ航空機を派遣した事件。 1985年3月も近年テレビ番組などを通じて日本国内で有名になりトルコへの好感度をさらに上昇させた2006年平成18年には日本政府が日本人救出に尽力したトルコ航空関係者に対して感謝の意の報奨を行っている日本に在留するトルコ人の数は1990年代から増加しており 東京、大阪、名古屋など、トルコ人在留者の集中する地域では、トルコ人のシェフによる、トルコ料理を供するレストランも珍しいものでは、くなった。また、近年、トルコ発のファーストフードとして、欧米ではすでにポピュラーなドネルケバブの店も、日本の繁華街で多く見受けられるようになった。また、伸びるアイスとして、知れ渡った、ドンドルマも有名である。 しかし、在留者の増加に伴って1990年代末からトルコ人在留者の犯罪数が急増している負の側面もある。また、かつて社会問題になったトルコ風呂が性風俗店の名称に使われていた記憶日本においてもまだ完全に払拭されているとは言えず、トルコに対する間違ったイメージの要因も少なくない。自治体レベルでは、 東京都渋谷区との関係が深い。同区には在日トルコ大使館が所在するほか、トルコ共和国が所有する、海峡寺院及び文化施設である、東京ジャーミーがあり、渋谷区立神宮前小学校には主に、トルコ人指定の教育を目的とする、国際学級が設置されている。また、新潟県柏崎市に、柏崎トルコ文化村というテーマパークが閉鎖した際に、 トルコから送られていたトルコ共和国初代大統領ムスタファケマルアタチュルクの騎馬像が勝手に売却されてしまい、さらにはブルーシートをかけただけの野ざらしの状態になっており、これを知ったトルコでは対日感情が悪化していると言われていたが事実ではない。一般のトルコ人はこの件にあまり関心がなく、日本の産経新聞や柏崎の政治家等がセンセーショナルに客色して、 日本国内でルフさせ、私的な政治利用しようとした背景があるとされる。対日感情の悪化は別にあると言われている。なお、当該の銅像は、エルトゥールル号遭難事件ゆかりの地である、和歌山県東室郡串本町に移設され、事件120周年にあたる2010年、平成22年6月3日に歌手の先当該前、広場で、除幕式が行われた。日の交通は、 イスタンブールと成田空港と関西空港との間に、トルコ航空が所要時間13時間ほどの直通便を ANA と共同運航しており、比較的便が良い。その他、アジア経由やヨーロッパ経由でも行き来が可能であるが、ヨーロッパ経由の場合は総じて現地疑心や現地発送調のパターンが多い。これ以外のルートを用いて、トルコ行きを目指す場合は、フランクフルト、または、 パリ経由がポピュラーである。バックパッカー等の旅行者の中には安価なモスクワ経由の航空便を利用する者も,もいる。テュルク経営民族が主要となっている国家との関係が深く、特に中央アジア諸国との外交や国際交流に力を入れている面がある。また、トルコ国内の企業がアフリカ諸国との連携を図っている。トルコの欧州連合 EU への加盟については、 欧州共同体 EC 時代の1960年代から議論が始まっていた。トルコ政府は1987年には EC に対して加盟申請を行っていたが、以降2005年の加盟交渉開始決定までトルコの加盟プロセスには大きな進展が見られなかった。このようにトルコの EU 加盟を妨げる要因としていくつかの問題点が EU 内外の多くの人々により公式あるいは非公式の見解として指摘されている。上記の EU 加盟国ギリシアキプロスとの対立、アルメニア人虐殺に関する歴史認識問題に加え、以下に他の問題点の具体例とそれに関する議論を列挙する。これまでトルコの加盟交渉の開始には EU 内でも中央でヘゲモニーを握るドイツ、 オーストリアの動向が鍵となった。ドイツではドイツ社会民主党のケアハルト・シュレーダー政権は加盟に前行であったが、加盟交渉を開始するかどうかを決定する直前に、トルコの加盟交渉開始に反対の立場を取るドイツキリスト教民主同盟のアンゲラ・メルケルに政権が異常されたため、政策の転換が行われるのではないかという観測が広がったが、キリスト教民主同盟と 社会民主党が大連立を組んだ結果、基本的な外交政策は、社会民主党政権から継続されたため、大きな変化は見られなかった。一方、オーストリアは最後まで反対の立場を取ったが、2005年10月3日の EU 連合緊急外相会議において、オーストリアが後押しするクロアチアの加盟交渉を、旧ユー,ーゴスラビア国際戦犯法廷に対する強力な問題を棚上げした上で、 クロアチアの加盟交渉も開始するという取引が行われ、3日にトルコの翌4日にクロアチアの加盟交渉を開始することを表明ることで、この問題に決着が図られることになった。しかし、人権問題や経済問題などで解決しなければならない課題は多く、交渉条件が満たされるまで10年以上が必要であるとされている。さらに、トルコ共和国が 不承認の立場を堅持するキプロス共和国が EU の一員であることはトルコの加盟交渉にとって最も大きな問題である。2006年12月11日にはトルコがキプロス国籍の船舶、飛行機の入港を拒否し続けていることが原因となって経済、運輸関係の交渉が凍結される事態に至った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。